Peggy 12. の信じる者を守る幾多の忍びたちが命を懸けて貫いた信念と磨き上げた技が今火の石となって新たな世代へ受け継がれる。未だかつてないオンライン忍者対戦アクションがついに登場だってばよ。術を極めし忍びたちの新たな戦いが今幕を開ける。舞台は木ノ葉隠れの里。オンラインでつながった世界中の忍びたちがこの里に集結する。ここでお前たちは自分だけの忍道を目指すことになる。その思いの強さが本当の忍びとなる大きな一歩になるんだってばよ。さあ早速最強の称号をかけた戦いを始めるぞ。バトルは4人1組のフォーマンスルで行う。仲間のチーム編成に合わせて自分の得意な型を選ぶんだ。まずは自陣敵陣にある旗を奪い合う旗取り合戦。所定のエリアを互いに制圧し合う陣取り合戦。そして忍び同士の真剣勝負、敵チームを倒すことで勝利となる撃破戦。忍びに大切なのはチームワークだ。いかに先を読み、いかに術を使いこなし、いかに仲間と連携し合えるか。それができればどんなに強い忍びが来ようと勝つことができるってばよ。次にこの里の紹介をするぞ。里には様々な施設があり、最強の忍びを目指すお前たちに力を貸してくれる。例えばこの VR 忍術闘技場ではカカシ先生から様々な任務を受けることができる。あらゆる任務をこなすことでチームの連携を磨くんだ。戦いの報酬として手に入る巻物は忍具屋で鑑定してもらえ、そして集めたカスタマイズアイテムは旗小屋でいつでも装備可能だ。さらに得得したい術があれば伝説の忍びたちが師匠となってみっちり修行をつけてくれるってばよ。あらゆる術を学び自分だけの忍道を突き進め。今ぶつかり合う忍びに大切なのはチームワークと根性だ。私の力見せてあげる。いや、少しは活躍しないとね。力を貸そう。なかなか楽しめそうじゃねえか。これで大手だ。食らえ、いきますよ。この里には時代を超え術を極めた忍びたちへ、お前たちとの戦いを待ってる。世界中から忍びが集う新たな時代に、お前たちの手で忍界最強を掴んでくれ。ナルト2ボルト忍びストライカー。今ぶつかり合う。テレビアニメボルトナルトネクストジェネレーションズのエンディングテーマを歌ったゲーム実況者ワクワクバンドがこの戦いに挑む忍びたちへの応援歌を担当してくれてるぜ。こいつも要チェックだってばよ。